はい、岡峰古墳でございます。岡峰古墳、はい、まあ、現地があるところ中に入れないらしいですけどね。回れんのかね、これ。あ、回れんねんな。ここに来るまで大変でしたけどね。なんか道間違ってね、何にもね、何にもないんですけどね、案内板がないんやけどね。古墳には入って飽きませんよ。はいはい。ここね、いやー、もうね、全く見えませんよ、これ。なんかいろいろ書いてあるんやろうけど。あ、これね、15メーターだそうです。高さが 2.2 メーター。この中にね、石室が見えるかね。レントゲン写真、なんかあんななってんのかな。ガラス玉とかね、これ、ここはそうやけど、見えるのかな。ちょっと真っ暗ですね。ちょっと真っ暗でございますね。この中にね、ちょっと見えませんかな。ちょっと無理ですね。これはね、よう見んねんけどね、この画像はね。他に見えく、周りは桜でございます。はい、こんなね、桜でございますね。ここには入ってあげませんけどね。いやー、上等しといたね。あそこでバックして帰ろうかね。こんなんです。はいはい、岡峰古墳でございました。